持ってきて、持ってきて、持ってきて、モニター。モニターして。ここまで呼んでくればいいの、運転が、だってお前運転できてたよ、お前ら。え、じゃあどうしろと。連れてくれよ、じゃん。ここに。どこの先生？あの、東京の先生で、うん。東京の先生そう、あの、ここ来たことありますよ。あ、本当？喋ったこともあるし。え、何の先生？お肌の学校の先生。フェイスブックの。なんかね、ぐる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 149回目だそうです。なんで今日杉山さんいないまあいいや、よろしくお願いします。はい、健康勉強会ということなんですが、まあ、健康にあまりいいとは思えないような受験生を抱えてたのがやっと終わって、合格発表が15日で、16日までに、学校に行く気があるんなら資料持ってこいっていうのはなかなかすごいなと思って、います。ますます健康に良くない状況が続いているような気がしますけど、で、もう明日教育課書を買いに行ってっていうような状況だそうです。で、まあ、健康というか、ちょっと俺今もらってきたものがあるんだ少々お待ちください。お待ちください。なんか取りに行きましたよ。何も来ないんだけどさ。あ、これ入れるの忘れてた。あ、これここに喋ってた。いやいいよいいよ、音は入ってるから。今日ガソリンスタンドに来たんですけど、エネオス、エッソ、モービル、ゼネラルっていうところの、ドトールが、焼津だと東小川にあるドトールですけど、そこに行ってきたら、今日今、童話の花束っていう、こういう本を、いただきました。これ、まあ、ただでもらえる本らしくて、まあ、読み聞かせをしたりして、する本で、毎年、どうも出てるらしく、結局、毎年出てるってことは、毎年まあまあ、いろんな時代の中のタイムリーなものがあるんで、子供たちにも大人も割とピンとくるような、童話になってるそうです。で、今もらってきたばっかりで中も見てないので喋ってるんで、中身は知りませんけど今、目次を今初めて開けましたら、中学生の部とか、小学生以下の部とかっていうのもあって、小学生以下の部最優秀賞がひまわりのお母さん、東京の三鷹市の5年生の女の子かな、最近は、名前だけ見ても男か女かわからないので、多分そうだと思いますけど、女性の方、女の子の方ですね。で、中学生の部の最優秀作品が、千葉のこれ中学1年生一般の部、の最優秀が、ガリバーの歌という、広島県広島市56歳という方の、作品だそうです。すごいよね。字も読み聞かせするにはちょうどいいくらいのサイズなのかなというようなもので、初見で読む一番短そうなやつ読んでみようかな。山さん見てます。あらま、山さんお久しぶりです。こういう本をね、あのガソリンスタンドで配ってて、これをまあもらって、この辺でと分かるのはドトールって分かります？ドトールのところで置いてありました。で、ピョンチャンオリンピックのなんか特別な冊子みたいなのも置いてあって、それは読売新聞が出してるやつで、
え、これももらえるのかって聞いたら、そっちはダメだって言われた。そう、ピョンチャンオリンピックは号外とかが、あの、一冊の本になってるようなやつで、出てましたけど、まあ、こういうのがあって、こういうの読んだりすると、もう、子供が大きくなっちゃうと、まあ、見ない、ひらがなばっかりの本で、読める自信がなかなかないけども、読み聞かせとかは最近増えてるし、こういうのやっていくと、健康に、心の健康にもいいのかなと。で、物を読むとね、声に出して読むとやっぱりボケないっていうし、もう相当出てますよね、研究で。中学生の、受験生を持つ中学生というか高校受験とか大学受験をやったこの、優秀な大学の人たち2、3人に聞いて、全く同じことを言ったのが、全員が音読。全員音読。全員音読して、思ったことは、友達を作って誰でもいいから、迷惑がかかってもいいから、こうだったよねっていうのを喋りまく、感動を喋りまくるのと、感動を喋ることと、ものは音読すること。この二つだけやってれば、大体いろんなことが頭に定着するような風になっていくんだよっていう話をしていて、それもね、5年も何年も前から聞いてるけど、相変わらずここに勉強に来てたお二人とも、もぐもぐ喋るばっかりで。なかなかあれが元気に喋ってくれてれば、違う、もっと違う結果になったかもしれないけど、まあ、これから3年間、どうなることやら、と思っております。で、今日はもうそろそろ行かないと、今から、うちで12時からお肌の学校っていうのをやりまして、お肌の健康を皆さんに見てもらう、生活、自分たちの生活が肌に出るので、で、肌は、シグナルを送る臓器という感じもあるので、それを、生活習慣と一緒に見直してみませんかという時間を今日は、12時から、今日6時までかな、6時間、やりますんで、もしお時間があったら、田尻の本店の方におりますのでよろしくお願いします。てなことで今日は149回目、だいたい節目のちょっと前に来る柴原でございました。ありがとうございました。第149回ということで、いよいよ来週は150回目を迎えるということでございまして、私がここに来だしたのが、多分ね、120何回目だと思ったんですよ。初めて来たのが夏ぐらいだから。なので、まだここに来るようになって、1年経ってないぐらいなんですけど、随分偉そうな態度を取っております。はじめまして、柴原さん、斉藤と申します。よろしくお願いいたします。いやいや、主ではございません。私は態度がでかいだけなんです。そうなんです。あ、そうですか。じゃあ私どこ行っても主じゃないですかね。そうなんです。1年前の今くらいは、まあ前職をまあ辞めるっていうことが決まってて、その仕事の引き継ぎだったりとか、あと次の仕事の準備とか、そういうのをしてて、ものすごくこう精神的にも体力的にも余裕がない時期だったんですね。まあ毎年この時期ってそういう感じじゃないですか、皆さん。私に限らず、やっぱりね、そう、あのね、受験が終わられてホッとされてる方もいれば、今度はその新しい進路に向かって、親はお金の工面だとか何とかって大変だったりとか、いろいろ人の入れ替わりもあったりとか
そういうのがあるわけですけれども、今年入りの私は特にそういうのがないので、まあ余裕なんだろうなって思ってたんですけど、何もない割にやっぱりこうないのにやっぱり忙しい、それはなんでなんだろうって思うんですけど、なんでなんでしょうねなんでだと思いますか、私が何もないのに忙しいのって。いきなり振っちゃってあれですけど、おせっかいだからじゃないですか。私がですか確かにそうですね、首を突っ込む、そうなんですよ、首を突っ込むんですよ私、なのでそうなんです、今人のことですごく忙しくて私でもなんか逆にこう多分だけど、私前も先週も言ったんですけど、その忙しいっていうことをプラス思考で捉えるかマイナス思考で捉えるかっていうことで随分気持ちの持ちようが変わってくるんじゃないのかなっていうのをちょっと先週も話したんですけど、結局だから今私が何もない状態で、まあ自分のことは本当に今何もないので暇なんですけど、多分それで暇にしてるとそれはそれですごく疎外感を感じたりとか孤独を感じたりとかってもしかしたらしちゃうのかなって思って、それだったらちょっとこうね頼まれたことをこうやってみたりとか、そういう風に時間を費やすのもいいのかなってちょっと思ったりしたら、ちょっと自分のキャパを超えてしまったようなそんな感じなんですけど、まあ楽しくやってます。あ、どうされますか、入りますか。はい、あの、あ、ぜひぜひお願いします。私の話はつまらないのですぐ終わりますから、お客さん待ってるからね。あ、そうですか、そう、まあまあ、そんな感じで今日は賑やかいですけど、またおいでください、よろしくお願いします。というわけで今そんな感じでお客さんがお見えになってお話をしているわけなんですけれども、まあ私もそんな感じで、あの4月からも頑張っていこうかなって、何話していいか分かんなくなっちゃった急に大丈夫です、お疲れ様でした、高校頑張ってね。ねえ、お肌の教室の先生って言ってましたね。すごい、6時間もセミナーやるってすごいですよね。うん、私なんかちょっとチラチラ肌を見られないかと思ってこうちょっと隠し気味だったんですけど、まあいいで、いっぱい当たってるから。あ、そうですよね、うん、そう、これはこの白いの大事ですよね。そうなんです、そうなんです。なんならレフ板も用意します。本当ですか。でもね、あのお肌の色がこう良くなっても顔の作りは変わらないので。本当ですか、ちょっと実験しましょうよね、ここ実験の場ですから。はい、いや、レフ板もう邪魔だから捨てようかなと思ってたぐらいだけど、ね、あ、本当ですか。レフ板ってマリちゃん用にちょっと、ああそうですね、顔眩しいところに置いてみて、自分が眩しいなと思っているところに置いておくと、あ、ここが眩しいですね。あ、本当、じゃあマイクがあれだね、かな声を取るか顔を取るか、声ですね。いや、いいですよ、それで大丈夫ですか。え、なんか変わりました。どう、あ、ちょっとそれの、どかしてみて。使用前、使用前、もう一回、もう一回、使用後。ここの影が消えるね、ちょっとね。ここ、あ、首大事、首大事。あの年齢首に出ますから。そこの影が消えるわ。あ、本当ですか。後でも確認してみて。後でじゃあじっくり確認します。そんな差がなければ消えないから。そう、あの作りは変わらないので色だけ見てください。すいません。変わらなきゃそれ邪魔だから捨てますんで。本当ですか。こんだけライト当たってたらさ、いらないだろうって最近思い始めたんだけど。いや、でもね、女子は気にしますよ、そういうの。やっぱり少しでも綺麗にやっぱね、映らないとね。それは大事です。というわけで実験タイムです。した。で、なんだっけ？なんだっけ？今日誰が来るんですか？他に。忙しいとか。あ、そう、忙しいから、あ、もうそれはね、私の中で締めちゃいました。うん、忙しいけど来月も、うん、あの4月に入ってからも頑張りますって言いました。もう一人、日頃のこれ、あの写真撮られるとき、これ携帯用のレフ板だから。自分用。すごい。こんなのも。邪魔でしょこれ。うん。
こんなのもあるんだ。そうそう、これなんかあの車に貼るなんかこうシェードみたいな、あ、そうだね、みたいですね。吸盤ついてるとまさにそう、うん、え、これどうするんですか。こうやって自分でこうやって自分が眩しいところに太陽の光をこうから顔に当てるんですよ。ちょ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 、太陽は光来るじゃん、こう、うん、待って、くるくる、んでこれを自分の顔に当たるように、これが眩しければ自分に当たってるってことだもん。ああ眩しい、ちょっと若干眩しい、うん、ああだから誰か写真撮ってくれる人がいたら、ちょっと待って、マイレフは用意するからピヤって出してどんだけや、はあ、なんか違います、使用前、うん、使用後、ここやっぱここ、ここが明るくなるんだよ、ここが、うん、そう、やっぱね、年齢はここに出ますね、うん、そうそう、ここと肘膝に出ますね。やっぱり部屋の方がいいんだね、うん、ちっちゃいもんね、これいいんじゃないですか。 それでもいいんだけどね、まあ、放送中にこれを持ってっていうのはちょっと大変かもしれないけどね、やっぱ案外赤やった、違うんだな。これあれですか、アルミホイルをこう引いて、そう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 、これこの長さはいらないかもね、この半分ぐらいでもいいかもしれないですね、うん、自分が眩しいなって感じのとこ置けばいいんですよ。うーん、はあ、うん、外で撮影されるときはこれあるのとないの全然違う、うん、ああそうですね、目に光が入るとすっごい可愛く見える、うん、キラーン、目が光ってると光ってない全然違う。ああ、やっぱりね、息がいい感じになるんですかね。全然違う。いやいやいや、もう最近目が死んでるんで私、ダメですね。どう、いい感じですか。いい感じで。ありがとうございます。すいません。じゃあこれからまたこのレフ版を、じゃあ月曜日、私ちょっと月曜日番組やらせてもらうので、その時に私この辺に座るので、ちょっとこれこういう感じで、あ、でもモニターにこう入るんだここ。邪魔だね。あ、いいですいいです、じゃ あの自己処理で頑張ります。そうなんです、なので今ちょっとね一生懸命こうどういう風に番組を進めていこうかなと思って、ちょっと今日ここに早く来て、まあいろいろ書いたりその人の音源を聞いたりしてるんですけれども、頑張って応援したいと思います。番組の告知してもいいですか。どうぞ。いいですか。じゃあ月曜日19日の19時7時からです、デブ巻きチャンネルを久々にやらせていただきます。ゲストさんは今度4月のですね15日に焼津の市民吹奏楽団って昔からある古い歴史のある劇団、あ、劇団じゃないか、楽団なんですけど、毎年4月に定期演奏会を行います。その定期演奏会のご案内と、あと、まあ、吹奏楽初心者の方でも、わかるような、解説をつけてもらおうということで、団長さんと副団長さんと、あと、まあ、トランペット吹いてらっしゃる、パートの方、3名さんに来ていただいて、ちょっとお話を楽しく、聞けたらいいなと思いますので、よかったら皆さんご覧いただきたいと思います。コメントもじゃんじゃんお待ちしてますので、よろしくお願いします。真面目に宣伝してみました。じゃあ私グダグダ喋っててもつまらないので、青木さん喋ってください。いいですか。じゃあレフ板置いときます、お願いします。じゃあ以上です、ありがとうございました。パチ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 パできるのかな、月曜ちゃんと。うん、できないはうん、そんなに光が、うん、年寄りに光当ててどうすんだよって感じ。いや、ツヤツヤになりますよ。もう誰が見てもツヤツヤな顔してるでしょ。そうです、でも本当ツヤツヤですね。毎日、1日3、4回乳液塗りたくってるから。以前の女子力は。え？でも男の人そうですよね。保湿とかすごい気に使いますよね、うん、今。保湿しないと、例えば手がカサカサになると、iPhone が動かないんですよね。ああ。うん。カサカサだとね。カサカサだとね。うん。俺の手はなんでこんなにカサカサになっちゃったんだろうみたいな感じ。だから今は違いますよ。今はちゃんとこう塗りたくってます。あ、うん。水を触ったらもう塗りたくってますね。というわけで、はい、年を取ってくると、はい、いろんなものが劣化します、はい、頭も指先も、
ね、お肌もね、劣化しちゃいますね。というわけで今日はですね、前の話を受けてこう喋るっていうふうにねしてるんで、皆さんね、あの最初柴原さんは本読みの話しましたね。音読一生懸命やるのがいいんだって話しました。で、まきちゃんは忙しいっていうね、忙しくわざとしてるようなところあるんですよね、忙しくするから忙しくなる、まあ、当然の話ではあるんですけれども、実はですね、あの、まあ、例えば引退した方がですね、あまりこう出歩かなくなるじゃんね。で、人と喋らなくなる。喋らないってことは声に出して自分のこう、まあ、考えを伝える相手がいないってことで、コミュニケーションがこう途切れやすくなる。で、3月っていう月はですね、こう切り替わる時だもんで、その話する相手がね、いろいろこう変わるもんで、結構ストレスに感じたりとか、忙しく感じたりとか、いろんなこう、まあ、場面の切り替えっていうんですかね、人生の切り替わる時なんですけど、例えば引退される方もねいるじゃんね。引退したらどうしようってね、社会とのこう関わりが少しずつこう減っていっちゃうじゃんね。だからあえてマキちゃんみたいにこう忙しくするっていう行為っていうのは非常に刺激になってね、いいんじゃないかな。忙しければ忙しいほどどうなるかっていうと、脳に刺激を与えるんだよね。脳に刺激を与えるってことは、そんだけこう忙しくなるやっぱりね。で、例えば本を読むっていうのも、ただ本を読むだけじゃ実はねダメなんですよ。脳に刺激を与える本の読み方っていうのがね、即音読なんですよ。できるだけ早く本を読む。だからできるだけ早く人と喋るね。僕今いろんなとこから共通項を見つけて話そうとしてるんだけど、一つこう通して話したいのが、脳を鍛える、本を読んで脳を鍛える、忙しくして脳を鍛える、それをスピードアップするっていう話をしましたね。これ前の人の話を受けて頭で整理して一つにこう串刺しにしたんですよ。頭をフル回転することによってっていうか、喋ることによって脳がすっごいフル回転するの分かるんですよね。それを毎週毎週健康勉強会でやってるもんで、当然ね脳劣化しようがないんだよね、脳はね。で、体もね、忙しくさせようとするとやっぱり負荷がかかるんで、体もね鍛えられてくるよね。そのためにはやっぱり歩いたり走ったりなんかしないといけないんで、忙しくするっていうのは非常にいいことだと思うんですよね。つまり即音読は必ず毎日1日1回、焼津テレビのパーソナリティは絶対やってください。やらないと多分ね余裕が生まれない、喋る余裕が生まれない。喋る余裕が生まれないってことは、例えば人と話する、人に対しての思いやりもそこに生まれないんですよ。余裕がないと思いやりってなかなか生まれないんで、何やるにしてもね、思いやるってことは必要です。そのためには即音読ね。僕もね、うちの子供はこの間ね高校受験で高校に合格したんですけどもね、その入試の朝、僕は何を言ったかね、親としてね、まあ子供は言うこと聞いてやるかなって思ったんだけど、やっぱり、言えばやるんだなっていうのはすごい実感したことが、3年間一生懸命勉強してれば今さら何やっても無駄なんでっていうのをね、その試験の前の日と前の日に言ってたんだけどね、何やってもね、結局今までやってきた、一生懸命やってきたんだから今何もすることないんだよって。ただ朝やらなきゃいけないことは何か、本読みをしろって言ったんですよ。できるだけ早く本を読めって。僕が中学から高校に上がる時の試験勉強は教科書を徹底的に読むってことを実はやったんですね。それ以外ね、中学で勉強やる必要ないんですよ。なんでかっていうと、中学の本を読む、教科書を読むっていうのは教科書に書かれたことしかね、実は試験に本当は出ないんですよ。その応用なんで、教科書を徹底的に頭の中に入れるとどうなるか、それ以外のことに興味を持つんで、学校の勉強だけでね、実はねどこの高校でも行けると思ってるんですけどね。ただそれをやらない、やらせようとしない、それが重要だというふうにみんな認識してない、これが問題なんでね。本読みっていうのは
頭をすっごい回転させる、頭をすっごい使うんですよ。でさらに自分の言葉で話せるぐらい本読みをするんですよ。教科書はつまんないよ確かに。一生懸命読むと、でもその中身は自分なりに頭で考えて読むと、読むことができる余裕が生まれるとね、それを人に話すと自分の言葉でね、教科書の中身のことをね説明できるようになるんですよね。それが自分のものになったってことなんですよ。つまりですね、いろんな人とコミュニケーションをとって初めて自分の学力っていうのは身についたってことになるんですよね。ただね、教科書にあることを暗記しただけではね、何にも役に立たないんですよ。それを教えないといけない、ね、だから昔の人はよく言いましたよね、読み書きそろばんって。常にやってないといけないことがそれ、読みで書くそろばんね、うん。今はねそれプラスやらないといけないことはある、コミュニケーション能力なんだよね。コミュニケーション能力を試す今面接とかね討論会ってのをやるみたいね。だからそういう需要が高まってる。つまり入学試験の時じゃなくて入社式、入社試験みたいな、うん、あれでも多分コミュニケーション能力がかなり重要視されると思いますね。なんかディスカッション的なものをやりました、私入社試験。そうだね、ディスカッション能力で全てが分かるような気がしますね、うん。どういう立場でそこにいるかっていうのがね多分分かると思うんですよね。だから最低限ですね、本を読むっていうのはただただ声に出して読むだけじゃダメなんです。脳を鍛えるための本読み、それはスピードアップした、まあ例えばかける2倍とかね。実は僕ね、あの本読むだけじゃなくて2倍速で YouTube のセミナーの動画を見たりします。で、あの車の中でもねポッドキャストって言って、あの、まあ、YouTube にあるような内容のセミナーの、人が喋ってるラジオみたいなのあるんですけども、それで実はね2倍速で聞けるんですよ。例えばね1時間のその情報があるとすると、車の中に乗って通勤時間が30分だとすると2倍速だとそれ全部聞けちゃうんですよね、1時間でね。だからあえて普通の速度で聞く必要ない、2倍速で聞いて分かればね、理解できればね、その方がいいんですよ。で脳も活性化するしね。というわけでスピードアップ、これがね重要です。脳を鍛えるためにも時間節約するためにもね。なんか難しい話をいつもしちゃいますけど、前の人がね真剣に喋るからいけないのよ。もういい加減喋ってくれていいんですよ、いい加減にね。私いい加減じゃないですか。いい加減ですか。かなりいい加減に喋ってます。もう柴原さんもなんか知らんけど真面目な話しすぎで ね、 ね、いい加減に喋ってください。というわけで今日はいい加減に喋ろうと思いつつもなんか知らないけどまともなことを喋ろうとしてしまう、つまんないですね。これじゃダメですね。誰も聞いてないんだから。私聞いてますよ。聞いてますか。聞いてますよ。というわけで新健康勉強会は149回目ということですけど、別に回数はどうでもいいんです、ね、うん。どのくらいやってるかなって大体聞かれるとね、もうめんどくさいんで、一応投資番号つけてるだけなんでね。来週は150回だからっつって何かっていうのはないです、ね、ないですね。さらっと150回ですって、うん、だって100回の時も100回でやめるのって、どうする、やめる、新しく名前変えるとか、いい加減にもうやめようかとかっていういい加減な感じでやってたんでね、別にね記念200回目記念みたいなことはないんですね、うん。野獣テレビもね何回目かもさっぱり分かんないですね。そうですね、うん。ただ新健康勉強会は月曜日の配信に向けての、テクニカル的な試験も兼ねてやってますし、自分のこうしゃべりっていうかね、どんだけ老化してないんだろうっていうのはちょっと確かめるためにもやってるところもありましてですね、今ね、なんか高野さんとエラちゃんが見てくれてますけれどもね、誰も気にしてないんでね、この番組はね。うん、いいじゃないですか、その方が気楽じゃないですか。気楽ですね、うん、たまに見てくれる人がいるとねびっくりしますよね。そう、こんなつまらない番組を誰が見てるんだろうみたいな、うん、あ、
もうタラッタラッタラッタラね、こうやってね、もう時間をただ食いつぶすだけのこう喋りをしてますけれども、どうなんでしょうか。なんかコメントしてください僕に。え、何、私が直接するんですか。はいはい、どうぞコメント待ってます。なんかありますか。なんか何もないですね。じゃあしょうがないから今日のゲストはマキちゃんです。どうぞ。私ゲストですか。はい、ゲスト。はい、しょうがない、もうゲスト、ね、ゲスト呼ぶしかない。そうです、ね。つまんないから。つまんないですね。ね、でもつまらないゲストですよ。あ、でもこの2は初めてじゃないですか、ここで。はい。ね。今日のゲストはマキちゃんこと斉藤マキちゃんです。はい。あ、フルネームよろしくお願いします。そのまんまです。そのまんまです。何も肩書きがございません、ね、何も肩書きがないそうですけどね、はい、いいんですか、ね、まあ、スーパーサラリーマンということで。いやー、どうなんでしょう、スーパーじゃないですね、うん、全然。ピアノよく行きますけどね、スーパーでね。そうですね、はい、火曜日はね、チョコレート買いに行きますね。そうですね、火曜日はお魚の日ですから。火曜日は特売日でね。そうです、うん、あのチョコレートも今ね特売で68円でまだ売ってましたんでね、68円でね。もう引くに引けないんですかね、あの68円は。まだね、ストックいっぱいありそうですね、68円のストックがね。ロッテも68円ですね。あー、ケースがハードだと余計なんか美味しく感じます、ね、そうですね、大人の味がします。そうですね、今日のまた格別に美味しかったような気がします、うん、明治より美味しい。でも地元は明治ですよ、うん、そうです ね、 ね、うん、明治を大切にして。そうです、明治のチョコボールもね安くなればいいんですよ。明治といえばカールってどうなったんですか、はい、結局カールはなくなったんじゃないですか。なくなっちゃいました。カールおじさんはどこ行っちゃったんでしょう ね、 ね、困りましたね。本当です ね、 ね、カールおばさんが そのうち出てくるんじゃないですか、うん、あ、私なろうかな、じゃあカールおばさん。カールおばさんにどっかこうカールしてこう、あ、ちょっとね、そう、髪伸びるとね、私ちょっとカールがかかるんですよ、うん、だからそこ最近磯部さん見ないね。ああ、そうですね、大体ここをいつもね、うん、通りますよね、うん、この時間に。磯部さん会うと、磯部さんって言ったら、ね、おーってこの間来てくれましたね、磯部さん。うん、この間来たね、ね、来ましたね、磯部ちゃんね、うん、磯部ちゃんすごいね、全国区のテレビに出てましたね。出てましたね、この間ね、すごいね、ね、うん、そう、だけどまだ出足りないような感じでしたよ。あの肩書き何でしたっけ、何おじさんでしたっけ。ダンシングおじさん。ダンシングおじさん、はい、それで売り出すんですかね。どうなんでしょうね、あれ、うん、そもそも誰が言い出したんです、自分で言ったんですかね。誰が磯部ちゃんの存在を全国に知らしめたんでしょうかね。え、あ、びっくりした、ダンシングおじさんだと思った。ダンシングおじさんが来たのかと思いましたね。びっくりしましたね。ちょっと風貌が似てましたね。もう手がこうダンシングおじさん。そうですね、あ、ね、ね、両手でこうなんかやる人はダンシングおじさん、ね、あ、そうですね。今日はねゲスト招いてね、なんか一人じゃつまんないんで、うん、楽しいですよ。楽しいですね。というわけで、はい、どうですか、話すネタないですね。そうですね、ないですね。だからそういう何もないっていうことをこう広げて話すのがいいってよく言うじゃないですか。ああ、そうですね、そうですよ。世間話が上手い人は何に話してもうまいっていうからね。そうですね、うん、ストーブのね、もう灯油なくなっちゃったんで、うん、ああ、エアコンにしたんですよ。ああ、いいですね、やっぱり、ね、うん、加湿されないと喉くるね、やっぱりね、きますね、やっぱね、ダメだね。今日お茶何杯も飲みました、ね、これじゃね、もう15分喋れない、うんうん、難しい。そう、もうあっという間にのなんか喉に来ちゃって、うん、このままだとちょっとまずいですね、うん、でチョコレート食べたから余計ですよ。あ、うん、だな、ダメですね、だな、だな、そうだな、だね、そうだね、すいません、はい、今度の月曜日からね、いろんな番組が始まりますので。あ、そうみたいですね、お楽しみくださいね。はい、オカボン TV とかね、うん、あの中国人また来るのかなと思って。あ、いい味出してるよ、あの人。本当ですね、うん、いいです、あの人のね、うん、リアクションね、うん、なかなか上手。あ、うん、もういいじゃないですか。頭から俺、あ、この人中国人だと思ったんだけど、うん、どうも違うの。その先入観ね、うん、びっくりだよ、ね、ああいう喋りする日本人いないからね。何々あるよとかね、あるよって言ってないよとか言われて、でも本当の生粋の中国人で何とかあるよなんていう人見たことないですけどね、うん、あの印象もどっから来たんですかね。どっから来たあるかね、ね、かそうあるねなんて、ね、誰も言わないですよ、そんなこと、うん、あるある、あるある、ゼロゼロセブン、ゼロゼロセブン、何々あるよ、あれ。でも人によってはゼロゼロセブンっていう人もいるし、ダブルオーセブンっていう人もいるし、ね、あれは何が正しいんですか、うん、どっちが正しい。ゼロゼロセブン、あ、ごめん、ゼロゼロセブンじゃなくて、ダブルオーセブンだよ。いや、うちの父親はゼロゼロセブンって言います。あ、古い人はゼロゼロセブンかな。うん、サイボーグ009っていうのがありました、ね、サイボーグの方、あるよって言った。そうだそうだ。そうだ、009のあの中国の
サイボーグセブン、ちょっと009ではね、中国人出てきて、何あるよって、あの人が勧めたんで、あるよは。そう、たぶんあれかもじゃないかな、あるよって言ったら。あるよ。そうなんです。そういう、だからやっぱ、こう、マスコミっていうか、そういうメディアの印象って、すごいね。あるんですよね。だから、富士山の麓が、あの自殺の名所って、みたくなってるじゃないですか、富士樹海が、うんはいはい、あれを広めたのって誰だか知ってますか？分かんない。あれは推理小説なんですよ、そもそも。ああ、そうか、そうか、推理小説。江戸川乱歩さんだったかな、誰だったかな。江戸川乱歩、アガサ・クリスティじゃないよね。うん、違いますね、日本の。ちょっとド忘れしちゃったんですけど、その人が小説に書いたから、うん、そっから富士の樹海が、はい、そういうコンパス狂って、はあ、っていう風にやった。コンパス狂うんじゃない、あそこ。あそこ溶岩が流れ出てたとこだからさ、うんね、私入ったことありますけど別に狂いませんでしたよ、うん、入って何しようとしたの？あの違うんですよ、そういうあの、うん、ハイキングみたいなのがあったんですよ、樹海ハイキング、樹海ハイキングみたいなのもずいぶん前ですけど、だけど全然怖くなくって、何も出てこない、うん、あそう。でもなんとなくほら太陽の向きで、太陽の向きで分かるじゃないですか。あそう、分かる方向がね。そうだから別にまあ大丈夫だね。そうだから歩いたんですよ、きっと。うん、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。そんな危険なとこ行かされたらね、困りますよ。うん、白骨化しちゃうよね。そう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 。白骨化したり。いや意外とね、マキちゃんの白骨化。毎年その樹海をね、うん、散策してこう探すでしょ。はいはいはい、あれでね、意外と道路の脇ぐらいで、ね、見つかるんですって。ああ、なんででしょう。なぜかわかんないけど、うん、道路の脇にあるんです。ある時がある、白骨化してたのが、奥の方じゃなくてね、迷ったという、どこで迷うかっていう、まあそういう人はどこにいても迷うのかもしれないけど、うん、見つかるのがね、道路の見つかると、道路の脇で見つかると、うん、惜しいって感じですね、うんうん、まあでも惜しいって言ったっても死ぬ気で行くんだから、惜しいも何もないんですよね。そういうとこ入っちゃうんでしょうね、きっと。入っちゃう、入っちゃう、ね、でもだからそういう風に誰かがこう作品とかそういうにして残さなければ、富士の樹海はそういうところでは多分なかったんじゃないかって、うん、そんなもんなんじゃないですかね、まあ、樹海だからね、うんうん、何もないんだよ、うんうん、海だから、うん、樹海は、うん、ね、木の海、木の海、木の海、何もないんだよ。そうです ね、うん、残念ながらそうですよね、うんうん、まあ太陽が頼りと、そうそうそうそ う, そ う, そう、うん、南半球行くとね、太陽がどっちにあるか分かんなくなるもんで、言ってましたね、迷います、はい、ね、迷ってください。そうですね、迷って人は大きくなるんです、うん、そうなんです、そうなんです。あ、ちょっと嘘くさいけどいいこと言っちゃった。3月はね、今変化の時だからね。そうですよ、もうヤジテレビもね、新番組が続々と、そうですね、そうです、スタートしますんでね、で皆さんどうぞお楽しみに。はい、ね、マキちゃんもね、なんか来週の月曜日頑張るみたいなんでね。頑張れるかな。よくわかりません。煮詰まってます。何が煮詰まってるのかさっぱりわかりませんけれどもね、ちゃんとしなきゃいけないと思うとやっぱね、ちゃんとしなくていいんです。ちゃんとしたらつまんなくなりますからね。そうなんですよね、はい、うん、まあ最低限のことはやりますよ。おつかちゃんだよ。あ、本当だ、つかちゃん、つかちゃん、つかちゃん、はい、はい。以上というわけで一人、ね、はい、お客さん来たんで、あ、そうですね、交代しましょう。僕一人じゃつまんないから、まけちゃんを呼んだらね、いや大して面白くなかったです。そうこうしたらダンシングおじさんが来たね。そうですね、なんちゃってダンシングおじさんが来ました、ね、なんちゃってニュース、はい、言えてないから、すいません、なんちゃって、すいません、はい、お願いします。行列がね、親父です、すいません。はい、遅れてやってまいりました。高野です。いや、実はね、お腹痛くなっちゃって、もうちょっとね、駆け込んでいたんで。いつもの時間だからいいんじゃないですか。あ、そうですよ。あ、そうか、今日ちょっと早かったのか。あんまり変わんないですね。あんまり変わんないですね、うん、そうかそうか。今日なんかね、ちょっと寒いんですよね。やっぱ寒の戻りっていうか、春のね、春になっていくんじゃないかっていうとこですよね。三寒四温とも言いますけど、来週からはまた雨模様みたいな天気予報が出てましたけど、雨になって、また暖かくなってみたいな感じになって、だんだん春に近づいていきますよね。非常にいいかなっていうふうに思います。で、もう3ヶ月経っちゃいました。
あっという間ですよね。そう、今年ね、もう あと残すところ9ヶ月しかありません。いやいや、9ヶ月もあるんですとかいうような話を、ね、してるうちにね、またあの確定申告が来年来るんですね。まあそんなのをね、毎年繰り返して、いる私でございます。で、まあ樹海の話が出ましたけど、まあ富士山の話は樹海にして、笑ってくれてありがとうございましたみたいな感じですけど、ですね、まあ、健康のってことでね、まあ、なかなか今日はそういう話はないんですけど、まあ、今日ここへ来る途中ですね、どう見ても、顔形がですね、日本人ではない方がですね、この前の石川、小石川のね、川のあたりをうろうろしながら釣り竿を持ってうろうろしておりましたんで、多分釣りに行くんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、小石川にはですね、大きな鯉がいるんですよ。すごいこんなでっかい鯉がいて、うん、まあ、とたまにね、たまにあの朝方とか夕方にね、釣ってる人がいるんですよね。でもあれ食べるのかなっていうふうに思うんだけど、よほど体に自信がないとね、ここの鯉を、まあ釣っちゃダメなんだけど、ここの鯉はね、食べれないんじゃないかなっていうふうに思います。うん、まあ昔そういう話を聞いて、あの腹を壊したっていうね、中国の方が、その話を聞きましたけど、やっぱやめた方がいいかなっていうふうに思いますよね。うん、まあでも釣りごたえはあるかもしれません。すっごいね、でっかいんで、うん、釣らないでください。あの鯉はね、なんか綺麗な川にいるようなイメージがあるんですけど、鯉は泥を食べるんで、まあ、あの浄化してくれるんですよね、川はね。うん、だ意外とあの鯉がいるから綺麗っていうよりも、川が汚れてるから鯉がいるみたいな、そっちの方のイメージが、多い、強いのかなっていう感じがします。あのまあ、僕の理想というか夢というんですかね、こうあってほしいなっていうのは、綺麗な川にあの赤いとかね、赤とか黄色の鯉がね、こういっぱい、あるとね、泳いでるといいなって感じがしますけど、まあ、そういうふうにはちょっとやりづらい。あの鯉はね、まだ黒い鯉が多いですから、もうちょっと色のある鯉が増えてくんないかなっていうふうに思います。まあ稚魚はね、ゴイサギがみんな食べちゃうんでね、あのみんなっていうわけじゃないですけどね、ゴイサギが狙ってるんでね、餌になって、まあそこが自然の流れでこ うまくバランスが取れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあそんな感じで取り留めない話をしちゃいましたけど、あと何を話そうとしたんだっけかな、忘れちゃいました。さっき何でしたっけ、脳の話を思ったんですよね。その後でね、樹海の前 何話してましたっけ。脳でしたっけ。樹海いきなり樹海に来たんだよね。そうだよね。あ、違う、あのあれだ、あるあるから行ったんだよね。そう、あのサイボーグ009ってですね。そうで、そういうのがあって、まあああいうのをですね、すごくこうなんかああなりたいなみたいなところが、昔ありました。まあ誰でもあるかもしれませんけど、まあそんな感じでね、今に至っています。まあそんな今度で、なんか取り留めない話になっちゃいましたけど、今日はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。私2部やるの？マキちゃんファンができちゃった。誰よ私のファンって。もう連れてきて、マキちゃん送りましたよ。はい、どうぞ、まっちゃん。本当に？なんで私いつも携帯を入れてるの？
しい話をしてください。いや忙しい話は特にないですよ。言えない話もいっぱいあるし。でもそこを恩着せがましく言ったのは良くないので自分のために忙しくしているんです。あ、エコさんおはようございます。エコさんどうしよう第2部って言われちゃった。いつも第2部はね高野さんの担当なんですけどね、高野さんしんがりだったんで引き続きだとあれなんでちょっと、うん、続いちゃうからね。そうなんですよ。なのでノープランな私が出てきました。ありがとうございます。あの華々しいスタートは切れませんけれども私に。今3名見てます。ありがとうございます。ちょっとコミュニケーション能力の話をさっき青木さんがしたのでちょっとタイムリーな話題なんですね私の中で。それなんでかっていうと昨日あの落語を聞きに行きまして、グランシップで柳家京太郎さんっていうとても面白い方がいらっしゃいまして、初めてだったんですよ、うん、であの先週もちょっと凛ちゃんいる時にその話をしたもんでかぶっちゃうかもしれないんですけど、その京太郎師匠の話がなんで見たいかって思ったかっていうのは、枕が面白い。枕、枕、落語はまあご覧になってない方は何のことかあれなんでちょっとざっくり説明しますと、まあ落語はこう話し手さんがこう鳴り物に合わせてこう登場して、まあ、座ります。で座っていきなり話が始まるわけではなく、まあそこの空気を読んでそのお客さんにこう、まあ最近こうなんだよああなんだよみたいなこう時事ネタみたいなのを挟んで、まあ、世間話をしてから話に入るっていうのがあって、まあ、その世間話の範囲内での話のことを、まあ、枕というふうに呼んでいるわけですが、なんででしょうね、よくわからないんですけどね。でもあの寝る枕じゃなくて、あの枕ってカタカナで書くことが多いですよね。だからちょっとごめんなさい調べてないのでその枕の意味はわからないんですけど、まあ寝る枕とは違う意味がもしかしたらあるのかもしれませんね。でまあ、あのその京太郎師匠のその枕っていうのが本当に強烈に面白くて、それだけを YouTube で私見てたんですよ今まで、うん、だから本筋の話は本当にねちょろって終わっちゃうような話で、一番その面白かったなってその YouTube で見た、まあ、昨日のはちょっとまあ置いといて、今までに見たその京太郎師匠の枕ですごく面白かったなって思ったのは、時そばっていうお話をされる前の枕だったんですけれども、うん、まあよくその枕は使ってるらしいので、うん、まあその時だけではなかったんですけど、まあおそばの話をしたいので、うん、自分があの東京の富士そばに行った話をしたんですよね、うんうん、でその時にまあオーソドックスなかけそばじゃなくてコロッケそばを好んで食べると師匠は。でそのコロッケがこうベチャベチャしてるだなんだかんだっていうところで、まあその時の時事ネタをこうそのそばの中にこう、まあ、ぶっこんでね話をしていくっていうのがちょっと私ごめんなさいうまく説明できないんですけど面白くて、でいつの間にか時そばの話になって終わってしまってるっていう、そういう自然な流れでこう構成されてるんですよ。なのであの純粋に古典落語を聞きたいっていう人はちょっともしかしたらお好みじゃない方もいるのかもしれないんですけど、私はそういう自然に流れていくっていうのがすごく好きなんですね。でコミュニケーション能力の話にちょっと戻ります。落語の話で終わっちゃうとあれなんで、でまあその落語を聞きに行く友達がいるんですけど何人かで、昨日3人で行ったんですよ。でその中の1人の女の子がまあ同級生の女の子なんですけど、まあ、ちょっと内気な女の子で、青木さん、青木さんじゃないです、うんとまあいいやそうで、ちょっと内気な子で周りの人とこううまくコミュニケーションが取れないっていうのを常日頃こう言ってる子なんですね。まあでもよく喋る子なんですよ、慣れてると。そうって思うんですよ私も。だけどやっぱり自分で満足してないって言って、そういう講座に通い出したっていう話をしたんですね昨日。
コミュニケーション能力向上アップ講座みたいなの、なんじゃそれと思いまして、そうで結構もう行ってたらしくて、再受講だって言うんですよ今回、うんうん、もう一通り通って、まあ、何ヶ月か分かんないけど通って、一応カリキュラムは終わったんだけど、あの補習みたいな感じでもう一回最初から受け直してる、なんか最初から受け直しても一回受ければ追加料金がかからないらしくて、まあ行ってると。じゃあ2回目だから何やってるのか話せるのかなと思って、え、どんなことやってるのって聞いたら答えられなかったんですよその子が。え、でテキストとかあるのって言ったら、あるテキストがあるの、え、だってコミュニケーションってこう人と人と話をするでしょって、誰かとこう対面で話をしたりしないの、しない、テキストがあって座学で先生が言うことをそのテキスト通りにどうも言ってるらしいんですよ。どう思いますそれって、そんなのでコミュニケーションつくと思います？それはただの学問だね。うん、だから別に悪いことではないけれども、お題と違うよねっていう話になって、なんか私の中ですごくしっくりこないんですよね。でも彼女はそれで自分が勉強していることで満足をしてる、でそこでコミュニケーションを取った、まあ私は取れてると思うんですよ彼女は普段の生活の中で。だけど自分では納得してないから、そういう講座に通って理論的に頭の中に入れて、私はあコミュニケーション取れてるのかもしれないとか、まあ分かんないけど、そういうところで頭で満足しようとしてるのかなっていうのを感じて、すごく私はそれが違和感たっぷりだったんですね。でまあ私はまあまあそれに対して最終的にはそれってどうなのみたいな感じで問題提起みたいなのをしてしまったので、あんまりこう話してたその言ってる友達とちょっとなんか変な雰囲気で別れちゃったんですけど、うーん、だからなんか変な話になっちゃったね大丈夫、うん、なのでちょっとそういうコミュニケーションってどうなのかなって。それだったらその子やずテレビに来て、本当にこういうところに来てこうやって喋ってみんなのこうね反応を見たりとかしたり、時には反対意見も聞いたり肯定的なものも聞いたりして、そうやってこうお互いがこう会話のキャッチボールをしながらやっていくっていうのが本来のコミュニケーションなんじゃないのかなって思います。真面目な話でつまんなくてごめんなさい。いいえ、ためになりました、ね、ありがとうございます。実践あるのみですね。そうですね、だけど私コミュニケーション能力はないと思うので。いやー、なくはない。本当ですか、うん、うん。私はあの好きな人とじゃないと付き合わないので、あの嫌いっていうか。じゃあ俺のこと好きなんだよ。は、うん、あ、好きですよ。あ、好きですよ。なくてもいいよ。うん、そうですね、好きですよ。好きです、好きです、ね、うん、好きなんですけど、うん、そういう好きじゃない、こういう好きじゃないから、こういう好きじゃないから。あ、そう、そうです、うん、そういう好きはね、めんどくさいからいいんですよ。そうです、うん、そうです、そうです、うん、後々大変になるから。僕が会ったことない人にもね、好きって言われたもんなんでですか、どういう好きなんだろうみたいな感じ、うん、ラブじゃなくてライクみたいな、わかんない、わかんない、あ、いいです、そんなのどうでも。じゃあ青木さん第2部やってくださいよ、はい、私の話つまんなかった。いや、全然、はい、お願いします。はい、こんにちは。マキちゃんの話を受けて、コミュニケーション能力は実践あるのみっていうのをね感じましたね。実は私も小学校中学時代ってね、すごいね引っ込み思案で全然人前で喋れなかったんですけれども、こういう機会があるとね結構喋るのは好きって、いやまあ好きなのかなっていう、まあ高校の時も人前では喋るのこういやいやちょっと無理って言いつつも、その嫌いではなかったような気がしてるんだけど、大学入ってね、ちょっと 寮に入ってですね、そこの寮でセミナー先生が来てこう喋り方の指導をしてくれたんですよ。
その先生が誰かというと元 NHK の鈴木健二。あ、ご存知ですか。なんだっけ、なんとかのすすめ、なんとかのすすめの気配りのすすめ、気配りのすすめ、あの人がね話し方教室をやったんだよね。俺前の方に座ってたもんで、突然ね指名されて、何も考えてないのに、考えてないですよ普通は、18の若造がね、君ちょっと前に出て、小学校の時の思い出ちょっと喋ってって。何それ、急に言われて喋れるわけないじゃんね。まあ小学校の時の思い出、うん、そうですね、小さい時はまあ校庭がねすごい広く感じたと。で結構年っていうか、まあ成長してから小学校の時のそのグラウンド行った時に、あの時すごい広かった思い出がこんな狭かったんだっていうのを感じた時があったんですよって話をしたら、まあその喋り方とか内容とかをいろいろこうチク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 ね、プロの先生が指導するわけですよ。なんどうでもいいじゃねえかよ、別に人が感じて喋ってんだから、細かいこといちいち言いやがってみたいなことを感じて、プロのアナウンサーって話し方下手だなっていうふうに感じました。あんまりじゃあいい印象ない、いい印象ないですね、はっきり言ってね。気配りの勧めはしてんだから、もっと気配れよって思ったんですよね。あとね、ほんで実はその寮では毎朝順番で2分間スピーチっていうのを回って、3分間じゃ長いんですよね、2分間スピーチっていうのを回っててですね、ほんで前の日にどういうこと喋るんだっていうことで指導されるんだけど、はっきり言ってね、起承転結がないと、お前何今まで勉強してきたんだって言って、もうコテンパンにねやられるんですよ。実はちょっと変わった寮でして、それではっきり言って人前で喋るのがめちゃくちゃ苦手になりましてですね、もう喋れないね、酒飲まないと喋れないみたいな感じになりましてですね、うん、でも人前で喋るっていうのは緊張しますよね、うん、でただグダグダ喋るっていうのは誰にでもできるもんで、やっぱりね、エコスマイルさんがやってるみたいにね、うん、人に興味を持ってもらう、まずつかみっていうのがね重要だって彼は言うんです。つかみってなんじゃよそれ、つかみって何をつかめない、まあ落語の中ではね、つかみっていうのはおそらく枕になると思うんですね。世間話で前にいる人たちとこうキャッチボールねするんですね。でその場にどういう人たちが来てるかっていうのを、まあ、チェックして今日は何喋ろうかなっていうふうに、まあ引き出しがいっぱいある人はいいよね。その引き出しを作るためになんかいいこと、いいっていうかためになることないかなってことで、まあ健康についてね話ができると、案外ね聞いてくれる層って選ばなくてねいいんですよね。そういうわけでね、最初喋り方の勉強をエコスマイルにちょっとお願いして、健康について話をしようよってことで健康にしたんですよね、たまたまね。だから健康のことをねオールマイティに喋れると、おそらくねコミュニケーションうまくいくと思うんだよね。というわけで健康勉強会ね、来週もありますんでね、全然急激なお家を作ろうとしてますけど、よくね落語家の人はね、もうこういう短い話の中のお家をね、ああいう人だってダジャレ言わないんだよね。言わないですね、うん、でも結果的に最終的にシャレでこうオチをつけちゃう人いますよね。あうまいなってそこで感じちゃうんですよ、シャレ、まあダジャレみたいなシャレ、うん、それでオチをつけてさっさと逃げ去るみたいな、そういうオチをつけますよね、よくね。というわけで僕は全然オチも何もないダジャレも何もない逃げ方をしますんで、よろしくお願いします。フラちゃん。笑いを取れればいいんだよね。そうなんです。はい、最終じゃないですけどね、第2部は、鳥を使う、大鳥ですね。自分で言うやりました、青木さんのスコップ、あ、いやいや、しゃべるの話を。あ、喋る。全然わかんない。結構考えてるよ。そういうこと。ちょっと今考えてたんですよ、そこで。ちょっと。いろんな人言うとこういう。
が全然伝わってます。なかなかしゃべるってね、あ、しゃべるってね、あのスコップのことをしゃべるって言わないですよね。あ、しゃべるって言わないですよね。で、あの古い人だよね、しゃべるっていう言い方するのはね。うん、スコップだよね、大体ね。なんか小さいのも大きいのもしゃべる、僕らはしゃべるじゃない、しゃべるって言ってましたけどね。何語なんですかね、しゃべるってね。しゃべるかしゃべる、しゃべる、あ、でもしゃべるですよ。あの、あ、しゃべる、しゃべる、なんかすくうっていうことが、うん、そういう単語で、なんかあの花壇のね、花壇を手入れするときにスコップとは言わないですよね。なんかしゃべるっていう、小さいものをしゃべるっていうあれ、あの割り振りにしてたような気がします。何を話しようかなと思ってたんだけど、ちょっとあのあれ、そんなことずっとそこの後ろでね考えてて、なんかあの闇に入り込んじゃってますけど、何の話してましたっけ。枕の話、あ、枕じゃなくて枕の掃除なの。話のあれか、ちょっと何話したっけ、青木さん。しゃべる話じゃなくて、その前に何か話してましたよね。何喋ってか思い出せないですけど。ちょっと待って、今日頭本当に回ってないんですよね。回ってないね。うん、全然あれで。困りましたね。もう最近あれ、あ、ごめんなさい、あのあれだ、あのつかみっていう話をして、あの枕でね、こう、ま、あの何、みんながこう並んでて、みんな初対面の人が来て、まあ。あの初めての人、何回も聞いてる人いるかもしれませんけど、そういうことで、まあ、壇上でこう喋りますよね。で、まあ、僕はこう整体やってるんだけど、あの初めて来るお客さんとやっぱ波動が違うんですよね。でそれをいかにこう自分のテリトリっていうんですかね、こう治療の範囲の中に引き込むかっていうことで、こう治療の効果っていうのが出てくるんですけど、全然違う波動の人と会うためにいきなりこう喋るっていうよりも、僕のやってるのはその人の周りでね、体を動かすんですよ。まあ、体を動かすっていうか、歩いたりね、こううろうろしたりとかするんだけど、でそうするとですね、相手のその周波数とこっちの周波数がだんだん共鳴してくるんですよね。で共鳴してくるとね、わりかしこう主義っていうんですか、あの手の、 あの動きとかですね、そういうのがね、あの溶け込んでいくんですね。まあそういう緊張感が抜けていくっていうんですかね。でそういう共鳴した段階で、あ、受け入れてくれたみたいな感じで、治りやすいっていうのはありますね。まあそれを落語家の方はこう喋りとか笑顔と顔の表情とかね、ああいうのでその掴んでいくんじゃないかなっていう、自分のテルトにこう引き込むっていうんですかね、あのこれから喋ることに対して、ね、お、なんていうんですかね、つながるっていうんですかね、喋ることでみんなに笑ってもらうというか、楽しいひとときをね過ごしてもらおうっていうのをやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なかなかその言葉でね、引き込むっていうのはなかなか難しいかなっていうふうに思います。でコミュ障っていう言葉があるんですけど、コミュニケーション障害ですよね。まあ僕なんか、僕なんかって言っちゃうとダメなんですけど、なんかっていう言葉ダメなんですよね。僕はですね、か弱いウサギみたいな心臓を持ってるんで、なかなかこう喋れないんですけど、人前でね、初対面の人となかなか難しいんですよ。で、青木さんはね、そこがすごくて、この辺近辺をね、外国の人が来るとね、すぐ声かけてるんですよね。もうなんか知らないけど、間髪入れずにこう声かけて、どっから来ましたみたいな感じで言うんですよ。なかなかそれ真似できなくて、どうしてもね、日本人なんてできるんだけど、なんか海外の人に対してこう、ペラペラってこう言えないんですよね。まあ、ね、英語で言ったり、日本語で言ったりとかするんだけど、うまいなっていうふうに思って、で、そこからこう、笑顔がこう、なんていうんですかね、やりとりが始まって、キャッチボールですよね。で、そうするとこう、道案内してみたりとか、なんかいきなりね、Facebook でなんか繋がってみたりとかするんですよね。このテクニックはね、青木さんのテクニックすごいなっていうふうに思うんですけど、まあ見習いたいなっていうのはありますね。なんかやっぱ度胸っていうのがね、あるんだけど、コミュ障っていうか、そういう人はね、なかなかそのハードルが高いんですよね。こう、
ハードル上がっちゃえばこう喋れるようになると思うんですけど、そこの、ハードルをねいかに上げていくかっていうかね、こう、下げるっていうんですかね、でそういうのが、初動作ですね。そこがコツかなっていうふうに思います。なんか勢いと、まあそこにお酒があるとねこう喋りやすいってあるんだけど、なかなかそういう喋れにくい人はその自分でその壁をなんていうんですかね、こう下ろすことができないっていうんですかね、そういうところでこう引っかかってるんじゃないかなっていうふうに思います。まあそう中でね、いろいろテクニックがあってダジャレ言えばいいんですよとか言うんだけど、ダジャレも頭で考えちゃったりとかするとね、なかなか出なくて、あの親父ゲームもね滑ったりとかするんだけど、まあ滑るから面白いっていうのもあるんですけどね、そういうのをテクニックで覚えようとしてもね、なかなか難しいなっていうところがありますね。まあそういうのはこうやっぱ訓練かなっていうふうに思います。まあ僕はね、青木さんと横にいるとね、僕から言えないんだけど、青木さんが言うと僕も喋れるようになるんですよね。でやっぱそういうね、僕は万年あれですから副首相みたいな感じなんでね、ナンバー2まではいい、ね、ひらっていうよりも首相になれって言われたんですけどね、なかなかそこまでいけなくて、首相ってねやっぱ自分でこう、アイデアっていうかね、その企画しなきゃなんないんですよね。自分で企画してこうやってやって成果をこう期待するっていうかね、成果を期待するっていうのがこう首相であるんだと思うんだけど、僕はちょっとそういうところで青木さんをすごい見習ってるんだけど、ね、青木さんとね一緒に歩いてると面白いんですよ。その、なんていうかね、知らない人と喋るっていうかね、僕も喋りたいんですよね喋ってみたいんですよ、海外の人と。で喋ってみたいんだけど勇気が出ない。なんだけどそこに青木さんがいると、青木さんがペラペラって喋ると僕も横からペラペラって喋れるっていうかね、でそういう風な感じで僕も楽しいひとときを、過ごせるなっていうことがあるんですけど、だからやっぱ一人よりも何人かいると いてその中に、紛れ込んでこうね、喋るとだんだん喋れるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そんな感じで、ラストを、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。どうも。実践あるんだけどね。うん、まあそうだと思います。いや、やっぱね、誰かこう得意な人がね近くにいるといいと。そうだね、実践あるのに、うん、喋れる、それの方が。有志交流会なんか行くとね、例えば自分たちの仲間がいるじゃんね、うん、同じような仲間でグループ化して喋って盛り上がってる人たちがいるんですよ、うん、そういう人たちがね、ガーって近づいて合流しちゃうと、うん、みんな仲良くなっちゃうんですよ、うん、本当に。それ前経験して、うん、あ、これは楽しいなって思って。あ、そう思った。そうですね。異業種はね、異業種になります。難しいよ、すごく。だから異業種だったら異業種の人と話さない。まあだからそれもみんな異業種で集まってる人だよ。そう。だけどその中で同業者を探す人じゃん。まあね、まあいろんな人いるけどね。難しいわ、あれも業種で喋ろうとする。私でもさ、業種交流会にさ行く必要ないのに来いって言われるのよ。それは仕事だけに役立たないもんね。そう、なんかね、誰か欠員が出たから来れるって言って行ったりとか、人数合わせで呼ばれるのね。そう行くんだよ。そうだよ、